コリンスは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の北東部、アルコーン軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査で、の人口は14,573人だった。テーラー通りを舗装する労働者たち、1930年、連合国の交差点コリンスの町は1853年に、クロス式として設立された。これは、この地にモービルンド、 オハイオ鉄道とメンフィスチャールストン鉄道の交差点があったからだった。ギリシャの都市コリントスから名前を取ることを提案したのは初期新聞の編集者 W.E. キブソンだった。コリントスも主要道の交差点として機能していた。二つの鉄道が交差するという位置づけは南北戦争の時の南軍にとって戦略的に重要なことだった。 PGT ボーリガード将軍が、シャイローの戦いの後で、コリンスまで退却してきた。これを追ってきたのが、北軍のヘンリー・ハレック少将の率いる部隊だった。ハレック隊が接近してきた時に、ボーリガードは町を放棄し、北軍の手に落ちさせた。ハレックは大変慎重に接近してきており、1ヶ月の間に停止するごとに残豪を掘らせた。この行動がコリンスの包囲戦と呼ばれた。 北軍は、ウィリアム・ローズ・クランズ少将をコリンスに派遣し、その戦力を集中させた。1862年10月3日から4日に起きた、第二次コリンスの戦いは、南軍のアール・バン・ドーン少将がコリンスを取り返そうとした時のことだった。南軍は、短時間コリンス市を取り戻したが、同じ日の午後には、北軍の援軍が到着して、再度撤退を強いられた。 コリンスにあるアルコーン軍庁舎コリンスはミシシッピ州の北東部南北方向のアメリカ国道45号線と東西方向の道72号線が交差する場所にある。ミシシッピ州では面積最小の軍であるアルコーン軍の軍庁所在地である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は30.3平方マイルであり。 このうち陸地30.2平方マイル、水域は0.12平方マイルで、水域率は0.43%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コリンス教育学区。ありがとうございます。